スバルシンメトリカルオード。前方斜めから。スバルシンメトリカルオード。後方斜め上から。スバル XV 以上のシンメトリカルオード。ロゴ縦方向前置きエンジン。四輪駆動配置の模式図。シンメトリカルオードは、日本の自動車メーカースバルによって開発された常時四輪駆動システムである。ソードシステムは、縦方向に搭載された水平対向エンジンと、 それに連結された車軸の長さが左右で、等しい左右対称なく動列から構成される。対照的な配置と全車軸を挟んで、釣り合いが取られた水平対抗エンジン及び、トランスミッションの組み合わせによって低い重心を持つ最適な重量配分が得られ、車の操縦性が改善すると、スバルは主張している。1966年以来、 国際市場で販売されるほとんどのスバル車は標準装備としてソードを含む。後輪駆動の BRZ や軽自動車は例外である。富士重工業はこの左右対象のレイアウトを1998年頃はシンメトリー 4WD と呼んでいた。年次報告書では2002年にシンメトリカルオール、ホイール、ドライブシステムという語句が初めて使われた。 最も古いスバルソードは、第一世代スバルレオーネワゴン向けのオプションとしての、パートタイム機械式四輪駆動システムとして1972年9月に、初めてお目見えした。1986年、スバルアルシオーネのオートマチック、ヒターボチャージ版が、初の常時ソードシステムを搭載し、1987年に、電子制御版が導入された。 可変トルク配分オードは1991年に初めて導入され、1998年にビヒクルダイナミクスコントロールがさらに追加され、前輪駆動システムのより良い制御が可能となった。現代のオードの実装はハンドリング性能を高めるために VDC、ABS、トラクションコントロールと共に使われる。1987年に座る アルシオ o ネに最初に導入されたアクティブトルクスプリットオードは初期設定の全60%、後ろ40%のトルク配分のために電子制御多板クラッチを使用する。このトルク配分はスロットル、トランスミッション、エンジンコントロールユニット、車輪速センサーからの入力によりリアルタイムで最大50、50まで調節される。アクティブトルクスプリットオードは4速。 オートマチックトランスミッションやスバルのチェーン駆動、リニアトロニック連続可変トランスミッションと組み合わされる。アクトマイナス4搭載オートマチック車は、応急用スペアタイヤ装着時に前輪駆動を強制解除する必要があったため、以前の車両取扱説明書にはその方法が記載されていた。1991年式スバルアルジオーネ SVX には、 バリアブルトルクディストリビューションオードの初めてのバージョンが搭載された。通常のトルク配分は全36%、後ろ64%であり、VTD のモッド後の実装では全45%、後ろ55%のトルク配分が使われた。リアに偏ったトルク配分は、オード車で起こるアンダーステアを低減させる。VTD オードは、 センターデフ中の優勢歯車及びビスカスカップリングリアデフと共にタバンクラッチを使用して最大50、50の比でトルクを配分する。VDC の追加によって全トルクを単一の車輪に送ることができる。マニュアルトランスミッションが搭載されたスバル車はビスカスリミテッドスリップセンターデフオードシステムを使用する。これは初期設定で全車軸と 後車軸との間で均等にトルクを配分する。スバル WRXSTI は、マルチモードドライバーズコントロールセンターでフオード、システムを、もっぱら使用する。マルチモード d c c d は、電子式作動制限装置とともに、トルク感知機械式 LSD を使用して、全41%、後ろ59%でトルクを配分する。マルチモード d c c d オードは、 オートマチックモードあるいはマニュアルモードで操作することができ、ドライバーは臨機応変にセンターでフロックアップを調節することができる。X モード搭載モデルでは駆動系に機械的な要素は追加されないが、オフロード性能を向上させるためのアシスタンスシステムがオプションで作動する。このシステムは以下のように車内に存在するシステムを使用し、影響を与える。 2019年モデルからは一部のモデルにデュアルファンクション X モードを設定している。この新システムはより強い車輪の空転と連動して深い泥や雪の中でもより良い推進力を発揮することができる。ドライバーは X モード。トラクションコントロールシステムが入りの状態のスノーダートモードと X モード TCS が 説の状態の D スノーマットをダイヤルで切り替えることで選択可能である。ありがとうございます。